はい、こんにちは。今回はね、ホンダのフリードですね。フリードという車でございます。これも今懐かしいかもしれないですね。懐かしいってわけじゃないか、まだ走ってることは走ってるけど、あんまり見かけない、なくなったかなって感じですね。で、これは、平成20年、2008年5月に登場した初代ホンダフリードは、コンパクトクラスでボディーで初となる8人乗り3列シートを実現したミニバンで、何人乗り仕様のコンパクトミニバンだったモビリオの後継者だった。で、開発コンセプトはフリーライン、クオリエーションを続けた初代フリードは、ミニバンのファミリーカーの主力になって久しい新展開において、コンパクトであったことストレスの少ない自由なくしない空間を作りを提案したものであった。そのため、様々なライフスタイルに応じられるように、8人乗りと何人乗りの3列シート仕様のほか、5人乗りレスメシート仕様も用意されたのだ。で、また女性でも楽に取り回せる、コンパクトなボディサイズでありながら、ホンダ独自の低重化、低重心技術によって、3列目のシートの大人が座れる強さを実現。後部ドアルブのフロアの高さは390メートルと仕組みに設定され、小さな子供やお年寄りをワンステップで乗客が可能で、いや、両側スライドドアの開口口はワイヤーが600センチとなっている。また、パワースライド機能もタイプ別に設定するなど、乗り添えも時に使いやすさが追求されている。で、最大の特徴となったのは、そのスタリッシュなデザインである。先代にあたるモビリティをはじめ、トヨタシエンと日産キュービキュービックなど女性向けというのは可愛らしい強硬デザイン力でもが多かったと暮らすものと、フリードは上級ラグージミニバンで通じる快適で男性的なデザインが与えられていた。初代フリードは父親でも堂々と乗る初めてのコンパクトミニバンだったのだ。で、友情を問わないフリースタイルのミニバンで新人気を残した初代フリードは、視覚的長いボトルダイフの中でマイナーチェンジや特別使用者の追加を定期的に実施、40万台を超える販売台数を記録し、平成27年2015年8月現在も販売をしていると。まあ、今現在はどうかちょっと不調理事なのに分かりませんですけども、まあ、これはですね、車両型式が GB3、GB3 ほかということですね。で、これが一番お安い車でも、フレックス、163万8000円です。で、高くてもですね、GI エアロ、225万7500円。まあ、比較的お求めやすい、車になっているかなと思います。で、こういうマイナーチェンジでハイブリッド車がね、まあ、後に出てきました。で、他にも、同じ車から、まあ、フリードスパイクというのがね、あると思います。まあ、なかなか、このフリードはね、出てきた時に、まあ、いいなというふうな、車になっているんじゃないかなと思います。まあ、実車のところはちょっと抵抗感は、実車はちょっと抵抗感はありますが、まあ、不思議とトミカが出てくると、トミカならいいかなという感じのものとかもね、ありますね。で、これは内装も、まあ、この頃になってきて、よくできてくるようになって、内装もこういう感じで、なかなかいいね、感じになっております。で、こういうふうに、なんていうんですかね、ドアも、まあ、このように開けることがこうできまして、で、室内の広さも荷物も十分積めますよっていうことをアピールしてたんですね。で、こういう風になってまして、色合いもまたいい感じでね、色合いになってて、なかなかこれ車もこの車でね、まあ、楽しませる、まあ、そういう車になっていていいんじゃないかなという風にね、思う車ではあるかなと思います。まあ、こういう車もね、好きな人、嫌いな人っていうのが、まあ、ある意味、はっきりと分かれてしまうところではあるかなと思いますけども、まあ、乗ってみるとじゃない、まあ、遊んでみると、なかなかこういう車も、ね、あってよかったんじゃないかな、そんな風な、車ではあるじゃないでしょうかね。というわけで、どうもありがとうございました。